皆様こんにちは、愛です。本日はこちらになります。カラーポップからお買い物した商品が届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。ということで、今回もですね、カラーポップでのお買い物のご紹介になるんですけれども、今回はですね、蝶々なのかなとか、パステル調の可愛らしいカラーをモチーフとしたコレクションが出たんですけれども、そちらのコレクションでですね、5色入りの長方形のパレットがですね、3つ出ましたので、そちらをね、お買い物いたしましたので、ご紹介していきたいと思います。今回もですね、バンドルですね、セットで購入したんですけれども、こちらになります。ヘアクリップのですね、ついているセットを購入いたしまして、パーティーライクイッツ Y2K バンドルになります。Y2K って確か2000年問題だったっけ?だと思うんですけれども、2000年問題のようなパーティーっていうね、バンドルなんですが、まずね、こちら、ヘアクリップになるんですけれども、私こういうね、ヘアツール購入するの初めてなんだけど、カラーポップからこのコレクション見た時に、私ね、このヘアクリップ欲しいなって思って、っていうのもこのね、大きさがちょうどいいなって思ったんですよね。私前髪伸びてくると、普段ね、邪魔だからね、編集する時とかこうピッとね、止めるんですよね、前髪。今使ってるヘアクリップが、まあ金属製のもので、ちょっとね、錆びてきてて、それもね、日本にいた時に購入したものなので、もう古いからね、何かヘアクリップ欲しいなってずっと思ってたんですけど、まあでも別に真剣に探してたりとかはしてなかったんだけど、とにかく私髪の毛ね、コッケで、こういうね、クリップ止まりづらいタイプで、大きいクリップだとね、この挟むところの幅が広すぎて、もう全然髪の毛ね、キャッチしてくれないので、このぐらいの大きさが本当にちょうど良くて、まあこういうのってこうなんかいっぱいこうつけて、雑だけど、こんな感じでね、ヘアアレンジにね、使うもんだと思うんですけども、私はもう本当に邪魔な時に前髪を留めるクリップにちょうどいいってなりまして、4つもあるからね、まあこれプラスチック製だから折れたりとかすることもあるかなとも思うので、まあなので当分ね、前髪を留めるね、クリップには困らなくなるかなと思いまして、いいなと思ってですね、もともとアイシャドウパレットは購入するつもりでいたんですけれども、アイシャドウパレットとこのヘアクリップのセットがあったので、おお、これだと思って、私のことを知ってるね、カラポップって思ったんだけど、もう勝手なあれだけどね。なのでね、こちらのセットを購入したんですが、今使ってるのもね、確かね、3つぐらいね、購入して最後の1つを使ってるんだけど、まあそちらね、処分してね、今日からこちら使っていこうと思います。ということでね、本命のアイシャドウパレットになるんですけれども、今回ですね、3つ出まして、1つずつね、ご紹介していこうと思います。まず1つ目、こちらになります。デジタルプレイグラウンド、デジタルプレイグラウンドになります。外箱ですね、このようなデザインとなっております。中身パッケージですね、このようなデザインとなっております。裏側がね、シマー感があるパーリーな感じで、グリッターも入っててね、めちゃくちゃ可愛いですね。このようなですね、5色入りのパレットとなっております。私ね、これ到着した時にどれか1つ落としたんだけど、多分このパレットだと思うんですよね。今ね、パカッと開けたら、この真ん中のカラーがポロッと取れまして、最近ね、よく物落とすのよ、気をつけなきゃなと思っているんですけれども、ピンク系ですね。まあ最初のカラーはピーチカラーかなと思うんですけれども、がね、5色入ったパレットかなと思いますが、今回ですね、こちらね、マットのカラーにダイヤモンドですね、の片押しがありますね。外側にもね、こちらにもね、ダイヤモンド描かれておりますね。まあということでね、こちら1色ずつ装置していきたいと思います。こちらのパレットですね、スウォッチをしてみました。こちらからマットにスパークルの入ったカラー、メタリック、メタリック、マットになります。とっても可愛らしいね、ピンク系のね、パレットかなと思うんですけれども、粉質はですね、良かったですね。まあいつも通りのふわもろ系なんですけれども、マットのカラーもしっとりと密着力の高い、ぬるんとついてくれるタイプの粉質で、まだらになったりかすれたりすることもなく、力をかけても綺麗に乗ってくれたので、すごくね、扱いやすい粉質だと思います。でね、メタリックのカラーも、その粒感のある
感じではなく、ぬるっとついてくれて、私の好きなね、質感でしたね。特に真ん中のカラーは柔らかくて触り心地も良くてね、すごくね、好きなタイプですね。こういう感じのピンク系のパレットだと、この一番最初のカラー、もっと白身のピンクっぽいカラーが入ってくるかなと思うんですけれども、こちらね、ピーチ系のカラーで、こう装置して並んでるのを見ると、なんとなくこれだけで浮いてるように見えるかなと思うんですけれども、まあ私としては、こちらね、トランジションカラーに使うと、こういったピンクもね、使いやすくなるので、こちらね、一色入ってるだけでね、アイメイクしやすくなるなぁなんて思っております。で、こちらのね、スパークルの入っているカラーは、増色系とゴールドかなぁがチラチラチラっと見えるんだけど、こちらにね、広げましたが、キラキラキラっと光ってるかなと思うんですけれども、瞬くような感じで、結構入ってるんだけど、主張しすぎてないっていうのかな、増色系のものが入ってるカラーかなと思うんだけど、でもこう角度を変えるとね、もうキラ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 光ってね、すごく可愛いですね。まあこのピンクもゴールドのスパークルと黄みが入ってるかなと思うので、使いやすいかなと思うので、こういうね、青っぽいピンク使うときに、こういったカラーでグラデーション作ってあげると使いやすくなるから、多くの方に使いやすいように考えられてるなって思いまして、いいなと思いました。メタリックのカラーにはシルバーのスパークルが入ってるかなと思うんだけど、ちょっとこちらに載せたんだけど、そこまでね、すごく目立つわけじゃないけど、時折キラッと光るんですよね。それがね、スパークルだと思うんだけど、こちらのカラーはね、ハイライトに使っても可愛いと思うし、涙袋を作るのがお好きな方は、このカラーね、いいんじゃないかななんて思ったんですけれども、ちょっとね、ピンクが強く出るかなと思うんだけど、うっすらうっすら入れてあげると、真ん中に乗せてるんですけど、このね、ちょうどいいツヤ感でね、いい感じにね、涙袋ね、演出してくれるんじゃないかななんて思いました。可愛いカラーですね。まあ、とにかくね、すごく可愛らしいパレットかなと思います。全体的にね、可愛らしいんだけど、カラー的にはこちらが一番ラブリーなんじゃないかなと思います。それではね、落としていこうと思うんですけれども、こちらのね、パレットは、真ん中のカラー以外すべて米印がついております。意外に綺麗に落ちたかも。数回ね、さささっと拭きましたら、残らずに落ちましたね。結構ね、こういったピンク手強い時多いんですけれども、こちらね、落としやすいかなと思います。お次、こちらになります。ニューミレニアム。ニューミレニアムになります。外箱ですね。このようなデザインとなっております。中身パッケージですね。このようなデザインとなっております。このような5色の入ったパレットとなっております。こちらね、まあ紫系のカラーが入ったパレットかなと思うんですが、こちらのマットのカラーにハートの型押しがついておりまして、パッケージにもね、こうハートのね、模様が入っておりますね。先ほどのパレットのパッケージがね、このね、ラベンダーのような紫系のカラーで、でね、二つ目にご紹介いたしましたパレットのパッケージがピンク系のカラーをしてるんですけども、これね、私的にはパッケージのカラーね、反対な感じがするなって思ってるんですが、なのでね、パッと見た時に、あれあれって一瞬なったんだけど、まあ、こちらもですね、可愛らしい感じのね、カラーが入ったパレットかなと思いますので、一色ずつ装置していきたいと思います。はい、こちらのパレットですね、スボッチをしてみました。こちらからメタリックマット、メタリックマット、マットになります。こちらのパレットにはね、マットのカラー、スパークルの入ったカラーはなかったんですけれども、こちらのカラーは先ほどのパレットと同じようにふわもろ系のしっとりつくタイプのこなしだったんですが、後半ね、2色はやっぱりね、こういったカラーね、結構ね、プレスがしっかりしててサラッとしてるね、お粉多いんですけれども、もうね、指入れた瞬間にあっ違うなって思って、ふわもろと取れるんだけど、そのね、取れ方がちょっと違うっていうのかな、サラッとしててね、もちろんね、こう単体で指入れた時はあ、しっとり系のお粉だなと思うんだけど、このね、よりね、しっとりしてるお粉を触ると、あ、全然違うなって思うんですが、まあですがね、このね、乗せた時の感じはね、全然変わらなくて、スーッとね、綺麗に伸びていってくれて、ブレンドもね、すごくしやすかったです。まあこちらのカラーはもうそもそもね、薄めのカラーだったから、こう乗せた時も薄く発色してるように見えるかもしれない
れないんですけれども、薄付きとかそういう感じではなく、こういうカラーなんだなっていうね、発色なんですよね。ニュアンスを出すのに使うとすごくいいカラーだなって思ったんですけれども、ふわっとね、トランジションカラーとして使ったらね、すごくね、雰囲気のね、ある目元になるんじゃないかなって思いました。で、メタリックのカラーはですね、まあ先ほどのパレットともう変わらないかな、ぬるーんとついてくれるタイプで、こちらには特にスパークル入ってなくて、オンリーシマーだと思うんですけれども、こちらのカラーはピンク、ラベンダー系かな、同色系のスパークルが入ってて、それがですね、キラキラキラーと光りますね。ちょっと乗せたところがあれだったかもしれないんだけど、こんな感じ、ちょっと分かりづらいかな、小さいのがたまにキラッと光るかな。まあこういったカラー入ってるパレットね、ご紹介するときはですね、私いつも申し上げておりますが、あんまりね、自ら進んでね、使わないカラーかなとは思うんですけれども、昔も若い時ね、20代前半はね、ブルーとか紫ね、使ってたなって思うんだけど、ほんと目の上真っ青だったりね、まあ紫だったりとかする時もあったなって思ったんだけど、やっぱね、年々どんなカラーも使えるなってっていう感じじゃなくなってきてるって言ったらいいのかな。もちろんね、年齢重ねてきてね、自分のことをより知ったっていうのもあるのかもしれないんだけど、まあですが、そのね、昔を思い出してね、たまにはね、こういったカラーもね、使ってみるのもいいのかななんても思ったんですけれども、まあ先ほどのね、パレットもそうなんですけれども、ちょっとね、違うカラーを混ぜないとトータル的にはね、難しいかななんても思うんですけれども、最近ね、自分の好きなメイクとか使いたいなって思うカラーのメイクをしておりまして、こういったカラーのパレットね、いくつかご紹介してるかなと思うんだけど、全然使ってないから、まあこれじゃなくてもこういうね、パープル系のパレットをちょっとね、使ってみようかななんて思っております。では落としていこうと思うんですけれども、こちらのパレットはね、2色目と最後のカラーですねに米印がついております。それでは行ってみます。紫の濃いめのカラーはもしかしたら手ごわいかもな。そうだね、残ってますよね。2色目のピンクのカラーは綺麗に落ちてるかな。ちょっとふやかしてみたけど、肉眼だとね、うっすら残ってますね。まあですが、このぐらいだったらもう少しね、ふやかしたら落ちるんじゃないかなと思いますので、丁寧に落としてあげたらいいかなと思います。お次で最後になります、こちらになります。ジャストはグリッチ、ジャストはグリッチになります。外箱ですね、このようなデザインとなっております。中身ね、パッケージ、このようなデザインとなっております。これね、全部そうなんだけど、ここ一番最初ね、開けづらいのでパキって言うんですよ。ほら、多分どっかがね、ハマっちゃってたのかなと思うんだけど、全部そうだったね。このようなですね、5色入りのパレットとなっております。こちら側からメタリック、メタリック、マット、メタリック、マットになります。こちらのね、真ん中のカラーに、これは何だろう、十字なのかお花なのか、片押しが入っておりますおりまして、こちらにもね、こちらにもね、同じマークが入っております。こちらのパレットはユニークですよね。すごくユニークだなと思って、先ほどの紫系のパレットには入っていなかったブルーの強めの紫と、そしてね、グリーンで、これはどうなんだろう、ちょっとね、傾けるとね、グリーンっぽいね、シマが入ってるかなと思うんだけど、白のね、メタリックのカラーが入っておりますが、こういったね、配色のパレットはね、まあ見ないかなと思うんですけれども、面白いなと思っておりますが、とりあえずですね、1色ずつ装置していきたいと思います。こちらのパレットですね、1色ずつ装置をしてみました。こちらからメタリック、メタリック、マット、メタリック、マットになります。すごく儚げでしたよね。めちゃくちゃ儚げだなと思ったんだけど、発色が絶妙。このね、一番最後のカラーはちょっと違ったけど、前の4色はすごくね、儚げね、消え入りそうなんだけど、でもそこにあるっていうの、そういうカラーだなって思って、まあ、マットのカラーのこなし質は2番目にご紹介いたしました。このね、紫系のパレットの後半2色のマットと同じような質
感で、プレスがねしっかりめのお粉だったかなと思うんですけれども、メタリックのカラーはどれも同じ質感だったかなと思います。こちらのね緑に同色系かなのスパークルが入ってるかなと思います。ゴールドっぽさもあるかなとは思うんですけれども、でね、この一番最初の白いカラーはやはりグリーンのねシマが入っておりましたね。わかるかな、ほん本当に絶妙な角度でグリーンに見えるんだけど、肉眼だとねしっかり見えるんですけど、カメラではね難しいかもしれないんだけど、めちゃくちゃ綺麗なんですよね、そのね光り方が。正面から見ると白なんだけど、ちょっと角度が変わるとねチラッとグリーンに光るのがね、なんともねおしゃれで、デュオクロームなんだけど、デュオクロームさを主張しすぎてないって言ったらいいのかな、それがなんかねいいですね。まあでもねやっぱりこの配色かなり難しいなと思って、白黒と用じゃないな、これ黒と用だなって感じがするパレットかなと思うんですけれども、まあね使ってないから何とも言えないんですけれども、ですがねこれ面白いなと思ってね使ってみたいなってね今思っておりまして、まあ全然ねどう使うかっていうのを想像もできていないんですが、結構ねパレットパッと見て、あこういう風にしたら可愛いだろうなってねすぐ思いつくんだけど、これはね全然思いつかない、かなり未知だなと思ってるんだけど、それがねこのパレットの良さなのかななんてもう思いまして、パレットの名前のグリッチって一時的な故障みたいな意味だと思うんだけど、一瞬使えなくなるみたいな、ザ・グリッチって感じだよねって思ったんですが、この配色見るとねなんかちょっと脳がバグるみたいな感じがするかなと思うんだけど、めちゃくちゃねユニークだなと思いますので、こちらでねお遊びメイクしてみたいななんて思いました。ということでこちらのパレットはこの真ん中のカラーですねに米印がついておりました。落としていこうと思います。ちょっと落ちたね、全然ねこう拭いた目もねカラーがついてるのかついてないのかわかんないぐらいの感じなんだけど、最後のグリーンのカラーに特に米印ついてなかったけど、グリーンのカラー残ってますね、ふやかしてもちょびっと残ってますね、先ほどの紫のカラーと同じぐらいかなと思うんだけど、まあですがね丁寧に落としてあげたらこちらもねそんな難しくなく落ちるんじゃないかなと思います。以上が今回私がカラーポップからお買い物した商品となります。最初ね私パステル調のカラーと蝶々をモチーフにしているようなコレクションっていうねお話ししたかなと思うんですけれども、このねコレクションパッと見た時にそういう印象を受けたんだけど、よくよくねこのパレットの名前だったりセットの名前もそうだし、カラーの名前も見るとコンピューター関係そういうね名称がね目立つので、パッケージのね裏側もこうね方眼用紙みたいにね線が入ってると思うんだけど、まあそういうテクノロジー系にインスパイアされてるのかななんて思ったんですが、コレクション発表された時の写真しか見てなくて、私ちゃんとね読み込んでなかったのであれだったんですが、まあとにかくですね今回に一番欲しかったものはこちらだったんですね。これかよって感じかもしれないんだけど、これがねいいなと思って、最近ねちょこちょこね何かコレクション出る時に時折ねヘアツール出てるかなと思うんだけど、パワーパフガールズの時もパッチン止め出てたかなと思うんですけども、なんかちょっとしたねアクセサリーもね出るようになってね、これからねどんな商品出てくるのかななんても思っております。そしてね一つねお話ししておきたいことがあるんですけれども、こちらですねもう一つ別の商品と一緒にお買い物をしたんですけれども、別々のね瓶で届いたんですね。私こういうバンドルとかは購入してるけど、全てのトータルのセットとかは購入したことなかったので、多分ね PR ボックスとか購入するともしかしたらねパッケージ自体が違うので、それ単体で発送されて一緒にお買い物したもの別瓶とかになるのかな、どうなのかななんて思っているんですが、もう一つ購入したものがそのね単体で届くっていうタイプの商品だったんですけれども、一緒にね発送されましたよっていうメールが来て、2つね一緒に梱包されてるように表示されてたんですが、いざ届いてみたらまた次回ご紹介しようと思ってるんですけれども、そのもう一つ購入したものしか届かなくて、あれって思って、まあですがそのねパッケージ自体がもう特別な箱で、もうこれはねその箱でできててポンとね発送されるものだったんだろうなっていうのはもうピンときたんだけど、じゃあ今回ご紹介いたしましたこちらはどうなったんだろうって思って、っていうのも2つのパッケージ同じトラッキングナンバーはつかないと思うので、もう一つのトラッキングナンバーは出てないなと思って、発送しましたよっていうメールにも2つね商品が載ってたから、まあなのですぐにね問い合わせをしたんですけれども、問い合わせしてメールを送って
た後すぐにね返事が来まして、別々に、ね、発送されるものなのでもう届いてますよっていうお知らせついてるからネイバーとかに届いてないですかみたいな返事が来て、えって思って、一つパッケージがうちに届いてもう一つ同じように届くのであればネイバーに行くわけないじゃんって思ったんだけど、って思いながら、発送されたよっていうお知らせに2つ入ってて、このトラッキングナンバーで届くって書いてあったけど1つしかないよって言ったら、ああごめんなさい勘違いしてたっていうお返事が来て、でその後ね、こちら今回ご紹介いたしました商品ですね、何日後かな、3日かな4日後ぐらいに発送されたんですけれども、まあ今回ねちょっとね特殊な例だったのかなとも思うんですが、もしですね何か PR ボックスのようなものだったりとか、もうそれ自体が一つの箱になって届くようなものをオーダーされる場合は、もちろんね送料とかあるから抱き合わせでお買い物したいかなとも思うんですけれども、こういったことが起こる可能性もあるので注意された方がいいかなと思いました。ということでね、本日もですねゲットレディを撮っているんですけれども、今日はね全体的にコーラルピンクを使ってメイクをしてみたんですけれども、2つのねパレットを使ったんですが、こちらのねステートメントピースというパレットとフリートゥービーというパレットですね組み合わせたんですけれども、こちらのねパレットにはブラウン系だったり、まあ締め色になるカラーが入ってないなって思って、まあもちろんこれだけでもメイクできると思うんですけれども、やっぱりね何かねブラウンあった方がね使いやすいなと思って、なのでねこちらのねマット4色のパレット組み合わせて使ってみたんだけど、組み合わせてね使ってみてねすごく良かったですね。特にこのマット4色のパレット万能だなと思って、今回もね濃い紫は締め色になるかなとは思うんですが、こちらのパレットとかもちょっとねブラウン入れたいななんていう時にね、マットのねブラウン系がね4色入ってるパレット本当にいいと思って、まあ今回こういうねピーチオレンジコーラル系のカラーを使ってるので、私がね一番ねよく使う、まあ、黄系のブラウンの入ったパレットを持ってきたんですけれども、こちら使うときはねもうちょっとねニュートラルなトーンのものだったりとか使ったらいいかなとも思うし、これはねむしろねグレーっぽいようなブラウンのパレット使ったらいいかななんても思って、これねほんとかゆいところに手が届くパレットだなと思いまして、コレクション発表されたときにどうなんだろうって思ったんだけど、前回ご紹介して装置した時から万能だわって思ってカラーポップでねこういうねカラーをテーマにしたパレットよく出ると思うので、まあ今回もねブラウン系のカラー一緒に使った方のが使いやすくなるかなっていうね感じのパレットだったかなと思うんですけれども、そういう時にねいろんなバリエーションのブラウンがあるので一つ選んでね使っていきたいなと思っております。でね、こちらのパレットはですねもう本当私の好きなカラーが入っておりまして、特にこのメインカラーで使いましたコーラルピンクにゴールドのシマの入っているメタリックのカラー、すっごく可愛いですね。こういったカラー多いんだけど、カラーポップのアイシャドウだけど、やっぱりねどれもこれも個性あってねすごく素敵だなって思うので、そういったカラーだけをまとめたパレットとか出たら面白いななんても思ったんだけど、まあね私ぐらいにしか需要ないかもしれないけど、でリップもコーラル系のカラー塗りたいなと思ったので、このねキティちゃんコレクションのこちらのカラーですね、トロピックキュートというカラーをですね塗ってみました。このカラーも可愛い、ナッツメイクっていう感じに仕上がったかなと思うんですけども、すっごいテカテカだしねそんなにねハイライターとか塗ってないんだけどね、すごいよね。まあまあまあ私はもう本当テカテカ大好きだから、ちょっとやりすぎかもしれないけどいい感じのツヤ感出てるななっても思っておりますが、とりあえずですねゲットレディもですね編集次第アップロードしようと思っておりますので、ご興味のある方よろしければゲットレディもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。